皆さんこんにちは。前回からまたちょっとだけカスタムしたんで紹介したいと思います。まずエンブレムを艶消し黒で塗装しました。あとバックミラーを前はシルバーだったんですけど黒に変えました。あとは、フォグランプとヘッドライトと LED に変えてます。上のバーライトは、スマホのアプリで色が変えれるようになってます。個人的にはこの赤と青の点滅が一番いいなと思います。白も点滅させたりできます。あとはステッカーをちょこちょこ貼ってる感じです。後ろのこれは100均に売ってあるタンスとかに貼るインテリアのリメイクシートっていうのを木目の木柄なんですけど貼ってます。またカスタムしたら投稿しようと思います。